Peggy 16. まずここまで本当に長い僕らにとってもあとそもそもファイナルファンタジー14を、発表した時にプレイステーション3版を非常に長く心待ちにしてくださっていた皆さんに対してようやく昨年、2013年8月27日に、非常にハードなローンチからスタートした14ですがお約束通りリリースできたことをまず僕らとしてはスクエアニックス含めて、誇りに思っていると同時にすごいホッとしています。そしてその PS3 版の発売それから PS4 本体の発売からほぼ間もなく、4月14日に、さらにグレードアップした PS4 版を、プレイステーションプレイヤーの皆さんに提供できることを本当に嬉しく思っています。特にPS3 版をプレイされている方はその特に PS4 版の、違いにぜひ驚いていただきたいんですがやはりプレイステーション3もう8年前のハードになります。非常に多くの制約がある中での、ゲームプレイになったと思いますが今回 PS4 のスペックを余すところなく活かして本当200人を超えるようなキャラクター描画を実現しながらディティールを一切落とすことなく、普通であれば10万円以上するような PC でしか味わえないような興奮が PS4 という素晴らしいハードを通じてファイナルファンタジー14の全てのフィーチャーがグレードアップして経験できる内容になってますのでぜひ期待していただきたいと思います。さらに PS4 オリジナルの要素としてやはり僕が非常に推したいのは今回 PS ビータを使ったリモートプレイになります。特にPS ビータもともと非常に高いレゾリューションを持っているハードなのでファイナルファンタジー14のそのクオリティを落とすことなく、非常にストレスのないリモートプレイを実現させていただいてます。テレビの前だけでなく自分のベッドルームだったりインターネットを使えば外にいても、ファイナルファンタジー14の世界に飛び込むことができるのでぜひPS4 バージョンに合わせてビータでのリモートプレイというのも、ぜひ体験してみていただきたいと思います。我々すでにパッチ 2.1 をリリースさせていただいてそのメジャーアップデートのコンテンツのボリュームの大きさというものについて、かなりプレイヤーの皆さんは、驚いていただいているんじゃないかなと思ってます。そのボリュームが、3ヶ月に一度、下手をすると普通にパッケージのゲームを買ってくる以上のゲームボリュームが3ヶ月に一度更新されていってどんどんゲームの世界が広がっていきますしさらに最新の状態になりますし本当に遊び尽くせないぐらいのファイナルファンタジーをフィーチャーしたエンターテインメントで埋め尽くされていくことをお約束できますし何よりその遊びのボリュームにぜひこれからもし始める方がいらっしゃるのであれば驚いていただきたいなと思います。特にベータテスト無料でプレイできますのでPS4 をお持ちの方はぜひぜひ触っていただきたいと思います。